春根小田原は神奈川県小田原市の小田原駅東口のバスターミナルの地下にある地下街。地上の小田原駅や駅ビルであるラスカ小田原とも通路で直結している。地域資源を集めた経済活性化の拠点を目指しており、開業時の24店舗のうち17店舗が地元の小田原市内の事業者によって出店された。主要な通路の床面に、 小田原市内の見どころを紹介する地図を埋め込んだほか、かまぼこ板をイメージしたカラフルなベンチのある広場など、施設面でも地域色を打ち出している。また、公共、公益的施設も入居している。各施設の位置はこちら。フロアマップ。フロアマップ。小田原駅前広場の計画決定を受けて、事業に全面的に協力してきた箱根登山鉄道が、 1956年に小田原駅前に地下商店街新設のため用地使用の申請書が神奈川県と日本国有鉄道に提出したのが始まりである。しかし、この計画申請に対して地元商店街などが猛烈な反対運動を繰り広げたため、計画は一旦頓挫することになった。1969年に箱根登山鉄道と小田原市、 小田原商工会議所、商店街連合会の4社で委員会を発足させて調整を進め、1972年5月19日に地下街特許事業会社として、小田原地下街株式会社を設立した。発足時の出資比率は調整の結果、箱根登山鉄道35%、日本国有鉄道系の鉄道交際会35%、 小田急電鉄14%、小田原市8%、小田原商工会議所7%となった。枠組みが決定して本格的な事業化に取り組み始めたところ、建設省と運輸省、消防庁と警察庁の4省庁による1973年7月31日付の地下街に関する基本方針が出された。これにより地下街の災害対策の規制が強化される、 ことになったため、計画を大幅に修正して、防災機能を強化し、1975年5月に着工にこぎつけた。1976年11月23日に、神奈川県内で2番目の地下街として、66店舗が出店する小田原駅前地下街として開業した。開設の同意を地元の商店街から取り付けた際に、 地元の商店を優先して入居させるとの条件が付けられていたが、地元、小田原市に本拠屋店舗は約40%に過ぎず、東京を中心とする市街からの出店が過半数を占めることになった。小田原市内で初めての総合ショッピングセンターとして開業し、小田地下の通称で親しまれるファッションやグルメの拠点と、 なり、最盛期の1991年には売上高約87億円に達した。しかし、JR 東海道線鴨宮駅近くの川東地区に1993年10月21日に大道プラザが開業して、各店舗の伊藤洋華堂小田原店が見込んでいた年間売上高約85億円を大幅に、 上回る年間売上高約154億円を1997年2月期に上げたのを皮切りに、1999年3月18日に、小田原シティモールクレッセが開業したほか、2000年9月28日には、大道プラザロビンソン百貨店小田原が入居するウエストモールが増設され、伊東洋華道小田原店が入居する既存のイーストモールと合わせて、 百貨店と総合スーパーの2角を持つショッピングセンターダイナシティとなるなど駐車台数5000台を超える郊外型の商業地区が誕生した。そうした郊外の商業施設の影響を受けて2001年には売上高が約33億円まで落ち込み運営していた小田原地下街株式会社が約17億円の負債を抱えて2002年7月に 民事再生法の適用を申請して経営破綻し、それに伴って地下街も閉鎖となった。2003年3月に小田原市と小田原商工会議所、相模信用金庫などが出資して株式会社アミー小田地下を設立し、同社が小田原市が所有する施設の運営する形で営業を開始した。しかし、不況の長期化に加えて当館に隣接する小田原駅ビル、 小田原ラスカが開業したことなどもあって、売り上げとテナントの減少に歯止めをかからず、施設の老朽化に伴って、設備投資も増加したことが重なったため、2007年6月30日に全店舗を閉鎖して、地下街としての営業を終了した。地下道として活用されている時点の春値、ね、小田原地下街としての営業が終了した後は、地下道として通行可能な状態が維持されることに、 なったが、高熱水費や警備、清掃などの施設管理費を小田原市が負担する形となった。この費用は初年度だけで約5800万円で2012年度までに合計で約2億3000万円を負担している。2007年6月の地下街としての営業休止の時点では地下街全体を一括して経営する企業へ譲として 民間の商業施設としての再開を目指すことを中心にしながら公共的な利活用も視野に入れて検討を始めていた。2011年2月に加藤健一小田原市長が商業施設としての再開する方針を示し、2013年3月に再開する目標を発表した。そして土地の半分を所有する JR 東日本と協議を進め、同社の子会社である。 湘南ステーションビルに再生計画の策定業務を2012年2月末の期で委託した。ところが2011年9月14日に開かれた小田原市議会の9月定例会本会議で実施設計委託料を削除した補正予算の修正案が可決されて同意が得られず再開は延期されることになった。その後、経済団体などとの意見交換を受けて追加の要望が出たことから 実施計画策定業務の納期を2013年3月29日に変更するなど、さらに計画が遅延していくことになった。2013年12月11日に開かれた小田原市議会の12月定例会本会議で、改修工事の受け負い契約議案が可決され、2014年1月下旬から同9月末までの予定で、改修工事が行われることになった。この改修工事では、 耐震補強や施設整備の改修、更新のほか、利用者の動線を改善するための、小田原駅東口と直結するエスカレーターや、搬入用エレベーターの新設などの施設の改善も、含まれていた。新総会業に際しては愛称を、アミー・オダチから変更することになり、小田原市内外の市民からの公募868件の中から、春根小田原を選んで、 2014年4月30日に正式に発表した。そして、春ね小田原として2014年10月29日に内覧会が開かれ、11月1日に正式に開業した。小田原駅前広場下に建設された、鉄筋コンクリート作りの地下2階の地下街で、平面図としては五角形となっている。敷地面積は、 約6531平方メートルで、延べ床面積は約7984平方メートルである。主要な施設は5000平方メートルを超える広さを持つ地下1階にあり、アミーオダチカ時代には面積約2344.8平方メートルの店舗部分と約2381.9平方メートルの 公共通路2カ所に公共広場が配置されていた。公共地下歩道や駐車場などの地上交通の混雑緩和のための地下街以外は、新設を禁止された後の開業であるが、公共駐車場は併設されなかった。かつては、アミー・オダチカという愛称を持つとともに、オダチカの通称で親しまれていた。しかし、新創会業に際しては愛称を変更することになり、 2014年4月30日に小田原市内外の市民からの工房868件の中から選定した春根小田原に決定して正式に発表した。なお、この愛称には根が地中から吸い上げる植物のエネルギーの源であることから地下街が小田原の魅力を吸い上げて街中に人が回遊するように根を張るとの意味が込められているとされている。春根小田原の ロゴデザインも新たに制作され、芽吹きや成長のイメージを持たせるように黄緑色を用いられた。ありがとうございます。